一般財団法人社会スポーツセンターは東京都多摩市に本拠を置くスクーバダイビング及びスノーケリングの普及を目的とする一般財団法人1971年6月21日設立スクーバダイビング施設の運営ウォータースポーツ大会競技会の開催を通じてマリンスポーツ事業等を促進するために活動する公益財団法人日本スポーツ 協会公認スクーバダイビング指導員の要請を行っている。ダイビングシュノーケリングの大会として、全日本スポーツダイビング室内選手権大会も開催している。社会スポーツセンターの事務局内には、日本スノーケリング協会の事務局も存在する。また、事務局のある、東京都多摩市当時方647で、スイミングスクールフィットネスクラブ、多摩スポーツセンターを運営している。 多摩スポーツセンターの運営にあたっては、セントラルスポーツの指導を受けており、社会スポーツセンターの理事にも、セントラルスポーツ関係者が名を連ねている。成績桜川丘駅、多摩センター駅より、京王電鉄バス桜72、桜73系統、総合体育館入り口、または、落川バス停留所下車徒歩一分、ありがとうございます。